は218人で、重症者は13人増えて615人でした。カレンダーで見てまいりますと、年末からずっとですね、青文字が続いておりまして、先週の数値を下回っている状況ではありますが、お伝えしたように検査数が少なかった可能性もあります。全国を見ましても104,304人ということで、今ちゃん上手、11万人以上少なくなっているという数値が出ています。東京都の感染者1,210人お伝えしました。時刻は午後4時23分。上手ねー、リモンちゃん。ニュースとスポーツをまとめてお伝えします。まずはこちらのニュースです。埼玉県飯能市で家族3人が殺害された事件で、逮捕された男が身に覚えのない話ですが、おばあちゃんとハイチーズ。この事件は埼玉県飯能市の住宅で先月25日、ビショップ・ウィリアム・ロス・ジュニアさんと妻の森田泉さん、娘の森田ソフィアナ恵さんが鈍器で殴られ死亡しているのが見つかり、近所に住む斉藤淳容疑者が逮捕されたものです。斉藤容疑者は逮捕後、言いたくありませんと供述を拒否していたということですが、警察への取材で、ビショップさんに対する殺害の容疑について、